ラトゥルビーは、フランス、プロヴァンスアルプコートダジュール地域圏、アルプマリティーム圏のコミューン。ラトゥルビーは、ジェノバから、ニースのシミーズ地区に向けて伸びるユリア・アググスタ街道の最高地点にある。モナコの上部450メートル、テト・ド・シアンにある。モナコ国境と接する。テト・ド・シアンからの眺めは、イタリア沿岸のボルディゲーラから、エストレル山地に及ぶ。 紀元前1世紀までにアルプスはローマによって平定されていた。紀元前25年から紀元前13年までにアウグストゥス帝はアルプスの民をローマの権威に従わせていた。アルプスに平和をもたらしたアウグストゥスを称えトロパエム・アルピウムが紀元前6年に建てられた。ローマ街道を行く商人を襲っていた産地に暮らすリグディアの核部族に対する勝利の塔は そこがローマとガリアの境であることを示していた。一帯は、ローマの軍事上の剣が置かれ、ローマ皇帝の直轄地になった。イタリアとスペインとを結ぶユリア・アウグスタ海道は、経済、軍事上重要な道だった。1191年、新聖ローマ皇帝ハインリヒロクセイは、コンダミーヌ地区の数エーカー及びラトゥルビーに属した岩山の主権を、ジェノバ共和国に授けた。 この地が現在のモナコである。1215年6月10日、古くでカステーロ率いるギベリンは離脱し、モナコの岩山の上に要塞建設を開始した。この日付はモナコ大公国の近代史の始まりを示す。ラトゥルビーは、かつて、ボーソレイユとカップイコールダイユも含む一つのコミューンだったが、20世紀初頭に3つのコミューンに分離した。ありがとうございます。